ちわびておりましたよね。そうですね、うん、さあというわけで、はい、北海道エンタメグランプリお笑い編の札幌予選を今から行いたいと思いますけども、うん、さあというわけで、うん、そもそもエンタメグランプリでございますけども、はい、こちらの大会は北海道で活動しています様々なジャンルのエンターテインメントのナンバーワンを、うん、素人プロ関係なしに決めるという大会でございます。で今回はお笑い編ということで、うん、北海道のお笑いナンバーワンを番組で決めたいと思っております、はい、ね、だからさ、まあ、プロで活躍してる方ももちろん出てくるし、そうですよ、お笑いやってみたいっていうね素人の方も出れるという。さあ大会ルールはこちらでございます、札幌予選に先駆けて行いました旭川予選から2組、うん、はい、で今回の札幌予選を通過した6組の合計8組、うん、あなるほど、が決勝に進出できると。あ結構狭いですね。狭いもんですね、うん、はい、なるほどなるほど。で後日改めて行われます決勝で見事優勝することができると、うん、番組から賞金10万円、10万円です。審査員の皆様をご紹介したいと思います。お願いします。まずはマミさんでございます。マミさん、よろしくお願いします。はい、そしてカモさんでございます。よろしくお願いします。さくらちゃんでございます。はい、よろしくお願いします。さあ審査方法でございますけども、うん、で3人さん、はい、持ち点1人100点でございます。100点か、はい、なるほど。それを合算して、うん、最後の組が終わった時点での得点上位6組が決勝に進むということでございます、はい、マックス300点、そうですね、はい、ということになります。はい、わかりました。さあそしてこの大会はですね、さまざまな新型コロナウイルス対策をして大会を開催しております、はい、サーモグラフィーカメラ体温検知器での参加者の検温、はい、やっております。空間除菌装置を使った会場内の除菌、はい、大会開催時の会場内のこまめな換気、さまざまな対策をして大会を開催しております。はい、では皆さん本日はよろしくお願いします。地下に広がるおしゃれな空間、動産食材を生かした料理、気取らない特別なひとときを、鉄板居酒屋さんさん。函館の夜を楽しく過ごしませんか。誰もがリラックスできる落ち着いた空間、函館を代表するスナックといえばクラブリーベ。最新のニュースです。リサイクルショップライズの出張買取訪問が好評のようです。引っ越しする際の不要品、処分がもったいないものなど、即日対応のスピーディーさがユーザーに受けています。リサイクルのことならライズまで。札幌で一番おいしいカレー屋さんってどこですかね。あそこプリデニあそこ南久住川にあるよ。あそこ東区役所前から徒歩30秒、北11条東8丁目高岡ビル1階、ビルの中通路を進むと札幌麺屋文太郎。全国各地の旬の食材、四季折々の落ち着いた空間でお好みの本格日本料理を、すすきの南6条西3丁目川村だし茶。いらっしゃいませ。本日ローリューを担当しますサウナ芸人の汗流しカットマンです。ローリューとはですね、ただでさえ暑いサウナ室内を暑い蒸気で満たしタオルで仰ぐんです。息をするのも苦しいぐらい暑いんですが、その後水風呂に入り休憩をすると体がディープリラックス、整うという状態になるんですね。今日はそのローリューを皆さんに体験してもらうために、僕は皆さんに笑いの熱波を送っていきたいと思います。先日飲み会の席で食欲と性欲どっちが強いって聞かれたんです。だから僕こう言ったんです。サウナ行こうって。なぜかって、食欲や性欲も確かにいいけど、サウナにはもっと違う欲があるんです。外気欲。ではタオルを旋回してまいります。
タオルを旋回するので笑いの熱波をより強く感じられると言われております。皆さんも今肩あたりにじわじわ感じられてるんじゃないでしょうか。先日友人が休日は一日中家でダラダラしてるって言ったんで、僕こう言ったんです。サウナ行こうって。なぜかって、どうせダラダラするならサウナの中で汗ダラダラしようってね。このネタ思いつくまでに2週間かかったんですよ。ではいい感じに汗をかけたところで、この後水風呂の方へどうぞ。ありがとうございました。どうしちゃったんですか。体調悪くてさ。大丈夫ですか。飲みすぎ。二日酔い。うそれ酒臭いな、あんた。こんな大事な予選の前に飲んでくるんじゃないよ、本当に。この時間だけ耐えてくださいね。頑張る、お願いしますよ。僕ね、ものすごい楽しいゲーム考えてました。ゲーム、四字熟語ゲームという。四字熟語。お互いに数字の入った四字熟語を言い合うんですよ。はあ、で、相手の数字よりも大きな数字の入った四字熟語で自分は返していくって、ね。だ、だんだん数字が大きくなってくるってこと、ね。そうそうそう。うん、そしてスタートはね、必ず1から始める。1の入った四字熟語でスタート。これがルールですから。これはちょっと面白そうだね。めちゃくちゃ面白いんですよ。俺からやっていいかな。ぜひやってみましょう。行ってみましょうね。一大決心。いいですね。ちゃんぽんはやめる。酒はシャンパン飲みにします。酒の話、うん、いらないのよ、その宣言今。悪酔いしちゃうからさ。僕2で続けますからね。じゃあ二者択一。え、急に何が。酒やめるか入院するかどっちかにしろってこと。してないよ、その提示は。あんただけだからね、それはさ。じゃあ3で続けてくださいよ。三日坊主。もう早いな、おい。なんだおい、それは酒やめるって話か。うん、もうやめるかやめないか、それあんた次第だけど、やめた方がいいですよ、それは。うん、じゃあやめるよ。じゃあ四十不惑ね、うん、これ四十不惑、うん、これ40歳まで生きるとね、うん、あれこれ生き方に迷わなくなるってことだから。あ、そうなの。迷ってんだったらこれやめた方がいい。じゃあやめてみようかな。じゃあ五で続けましょうね。うん、じゃあ五臓六腑。内臓大事にした方がいいですかね。うん、あ、おい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 、染み渡る。染み渡らせんなよ。何を持ち込んでんだバカタレ。飲まなきゃ手震えてくんだよ。アル中じゃねえかよ。病院行ってこいよ、そんなもんは。やだよ、くぶくに引っかかるじゃねえか。だから行けって言ってんだろうが。俺一回ね、急性アルコール中毒で死にかけたことあるんだよ。もう死んでしまえよ、もう。九死一生だよ。大変だったね、それは。でもいや、その時はね、九九十万の病院探すのが大変だったんだよ。生きててよかったですね。本当だわ。9、3つ出してくんだよ。いや、救急とかそして四字熟語じゃないよ、あんた。全然ゲーム成立しないから、これもう一回1からやりましょう。お願いしますよ。天下一品、締めはここに限りますね。僕はね、山岡屋派です。ありがとうございました。みんなの前でスマホで調べ物をしていたら、昨日寝る前に見ていたエロ動画が再生された。怖い怖い。あ、寿司食いね、寿司食いね、虫食いね、虫食いね、おい。ちょっとメリーさん来た時のシミュレーションしよう。あなたの後ろにいるのこう。オッケー、これでいいか。よし、来たぞ。行くぞ、おい、戻って戻って。小さな一歩は大きな力。さあ、仲間たちと一緒に踏み出そう。未来は君たちが主役だ。柔道サッカークラブ、生徒募集中。ダイヤモンドを超える宝石、モアサナイトジュエリー。メイドインジャパンが生み出す世界最高峰の輝き、モアサナイト専門ジュエリー、ベルアムール。ハイクラスな大人の空間、リーズナブルな料金設定、南四条西三丁目第三グリーンビル4階メンバーズダン。冷凍では味わえない本物の生ラムを炭火で、
ビール、ハイボール、焼酎や日本酒も豊富。各種宴会プランも。生ラム本舗デリシャス。さっさとやっちまいな。へい。ん？株式会社ワプラスとは、自然とモダンが融合した夜景の見えるダイニングバー、パエリアとさまざまな創作料理を札幌の夜景とともに。 D-VOLUME キッチン。いやー、ここが噂の美容室か。どんなお店なんだろうな。まあとりあえず予約してるし入ってみるかな。ウィーン。すいません、あれ誰もいないよ。すいません、すいません。いや、めっちゃキモいの出てきた。何こいつ。いやー、お客様。店員さんですか。ありがとうございます。すいませんね。ご予約された。武田です。お待ちしておりました。なんでギター持ってんの。いや、ぜひお座りください。や、寒かったでしょう、ね、今日はね。ほぼ井上陽水さん。寒かったでしょうね。弾かないんだ、ギターは。え、弾けないんです。弾けないの、はい、雰囲気だけ。雰囲気だけ。あ、そうなんですね。明日お休みで今日来ていただいたっていうことは、もしかして明日わかっちゃいました。これの日ですか。いや、そうなんですよ、ね、いや、カレーの日なんですね。関係なくない。ちょ、これで食べるの美味しいですよね。特殊なインド人じゃない。え、違うんですか。いや、明日ね、はい、気になってる女の子とデートがあるんですよ。デート。いい感じ。なるほど、かしこまりました。じゃあ、どういった坊主がいいですか、ね、どういった坊主ってね。ちょっと待って待って待って、聞いたことない声かけ。冗談ですよ。面白いな。イメージとかありますかね。どういうのが似合うかなと思って。なるほど。お任せしたいなと思うんですよ。僕もわかんないですね。美容師なのに。あ、心配だな。じゃあちょっと雑誌持ってくるんで、はいはいはい、ちょっと参考にしていただければと思います。モデル的に。はいはいはい、あ、いいじゃないですかね。あったあった、今あるかな。こちら、ごめんなさい、こちらしかちょっとなかったんですけど、いいですか。雑誌はい、ちょっと見てもらって。なんすか、これは。社会の教科書ですね。ふざけんなの、おい。社会の教科書。あ、いいのありますよ、結構。歴史上の人物とか。あ、これとかなんですか。なんすか。千の利休ですね。うん、まんまるだね。いいですよ、すぐ行きます。すぐ行けるかもしれない。3分で行きます。一本もないから。どうですか。紙は残してから。紙残す。当たり前でしょ。次のページ。何ですか。これとかどうですか。あ、何ですか、これは。フランシスコ・ザビエ。てっぺんハゲだね。残します。残してるけど。ちょっと残します。チーズおかきみたいな。チーズおかきもできます。するだ。どっちですか。誰がチーズおかきのデートですか。当たり前です。もっとふさふさじゃないですか。縄文時代行きましょう。そんな坂の方が絶対ダメだって。これ行きましょう。こちらでしょ。これは前方後円、人ですらない。もうこう行っちゃう。人です。いや、全体的に行っちゃうでしょ。ふさふさだけど行っちゃうでしょ。緑あってふさふさだけど。ダメですか。鍵穴みたいになりたくないですよ。あ、そう。もういいわ、これ参考にならないの。でもとりあえずなんかいい感じに切ってください。切る、うん、できるでしょ。すいません、お客さんさっきから切る切る言ってますけど、うん、うちバリカンしかないんですよ。いや、帰ります。どうも、ありがとうございました。2年前に結婚したんですけどね。そろそろちょっと子供が欲しいかと思いまして、はいはいはい、できれば女の子がいいんですけど、うん、苗字大田黒ってね、はい、結構いかつい苗字なんで。確かに、ね、女の子には名前がないなと思いまして。あ、結構いかついもんね。なんかありますアイディア。あー、下の名前、うん、あ、じゃあさ、うん、若い葉と書いて若葉ちゃん。あ、大田黒若葉ちゃん、うん、あ、なかなかセンスありますね。いいでしょ。なんかもっとちょうだい、もっとちょうだい。じゃあ栄光と書いて、うん、栄光ちゃん。あー、最近のね。行き過ぎた。ちょっと栄光ちゃんやだな。いや、響き可愛いけどね。あ、そっか。うん、他は。じゃあ7つの星と書いて七瀬ちゃんね。セブンスター。なんでタバコなんだよお前。セブンスターちゃん。やだろ俺、大田黒セブンスターって子供。そうないか。それだったら若葉ちゃんが栄光ちゃんの方がいいでしょうよ。そっちの方がいいっていうのもあるよね。若葉も栄光もタバコじゃねえかお前。おいなんでお前の相手は全部ニコチン含んでんのバカ。でも中毒性のある子になってほしいの。中毒性の女の子嫌だろうが。めちゃめちゃある。嫌だよそういうの俺。もう名前はいいですよ。そしたら子供できたらよ、うん、童謡とか歌ってあげた方がいいんじゃないかなと思ってさ。童謡ですか。覚えてます。いや、もうだいぶ前だから覚えてないな。あ、じゃあ歌ってあげようか。あ、ちょ、教えてください。そしたらさっちゃんはね。あ、これは有名。さちこって言うんだ。覚えてますよね。本当はね、うん、だけどちっちゃいから自分のことをさっちゃんって呼ぶんだよ、うん、うるせえなさっちゃん。かわいそうだなお前。ダメよ、ちっちゃい子供にそんなこと言ったら。歌詞間違えてますから。ゾウさん、ゾウさんもね、お花が長いのね、うん、そうよ、母さんはいないのよ。かわいそうだな、だから母
さんいないとかいう歌詞じゃないから、ちゃんと歌ってください。これくらいのお弁当箱、お弁当箱の歌ね。おにぎり、おにぎり、ちょっと詰めただけ。全部かわいそうだよお前。なんでお前全部かわいそうなの。お前さっちゃん不死家庭で弁当しょぼいみたいな話になってるから。新しいママが来た。よかったねさっちゃん、ママ来た。新しいの腰から首に鯉のぼり。入れ墨入ってんなそいつ。ちょっとやだな、入れ墨入ってるお母さん。これくらい。あ、お母さん来たから。お弁当箱、弁当が豪華になります。おにぎり、おにぎり、ちょっと詰めただけ。料理できねえのかお前。せめてできろよそこ。料理は女なんだからよ。新しいパパが来た。パパはいたんだよ最初から。大丈夫かこの女の人。腰から首に鯉のぼり。なんでお前も入ってんだよ。やだよさっちゃん、心配でしょうがねえよそんな夫婦。人参さ、え、レンコンさ、めっちゃ金持ってんじゃんそいつ。桜んぼさん、筋の通った人。大丈夫かその人。その言い方もそっち系でしかないからなお前。大きな組の木の下で。いや組って言っちゃった、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。告白してただろ、みんな知ってんだよ。いや見ちゃいない、グランドまで聞こえたんだよ。鈴木メガネのミッドナイトレディオ。赤下げて白下げて、メガネ外してブラ外す、パフパフドン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 。朗読いたします。大御所と呼ばれる経済評論家を迎えるにあたり、落ち着かないディレクター。寿司、それは光る職人の技。すすきので北海道の旬を味わう。南五条西三丁目 N グランデビル1階、寿司処辰俊。小さな感動、小さな変化を感じてみませんか。高い技術と高いコスパ、ドキドキワクワクをお客様と一緒に。地下鉄学園前駅から徒歩3分、リトルウィング。 La gente dice che il vino bianco si sposa bene con il sushi, ma penso che il vino rosso vada bene. Mai mai. Questa estate è decisa da gioia.Are you satisfied? 味に満足、ボリューム満足、こだわりのラーメンが1杯450円から。満足ヌードルラーメンハウス。 Are you satisfied? カシスドーナツ、ショコラオレ、プレーンドーナツ、選べる12種類の手作りドーナツ。ドーナツタワーも好評。 D by M 丸山ラボ。カメラと言います。はい、いやーこうね、スタントマンがかっこいいなと思ってね。スタントマンかっこいいですけどね。確かにね、これやりたいと思ってからオーディション行ってるわけ。スタントマンってオーディションとか。そうだよ。あ、それは知らなかった、うん、そんでさ、これ自己アピールでさ、なんかインパクトあることやってくださいって言うんだけどさ、全然インパクト残すことできなくてことごとく落ちてる。あ、なるほどな、そういうことあるかもしれないな。これなんかさ、いい自己アピールないかな。自己アピールね。なるほどね。じゃあスタントマンの方っていうのは痛みに強いっていうイメージがあるから、面接官の方に入ったら僕のことを強く殴ってくださいって言ってもらって、でバシーンと殴ってもらって全然痛くないですっていうのをアピールしてみたらいいんじゃない。やったわ。やったの。すげえな、それやったの、どうだった。いや、ダメだった。なんでダメなの。痛がったから。それはダメだろ、約束がちげえもんな、それ。最悪の結末だよ、お前。痛えなんて言ったらさ。他ないかな。他言えば、じゃあカーアクションとかスタントマンって有名じゃない。で、車持ち込むの大変だから面接会場の前に道路とか通ってるでしょ。そこに今飛び込んできますって車ビュンビュンとか行って、バーンって引かれて全然大丈夫でした。知らない車にぶつかっちゃってんの。そういうことよ。やったわ。やったんかい。それどうだったんですか。いや、ダメだ。なんでダメなのよ。いや、なんか警察来て、なんか実況見分みたいなのがあって、オーディションのところでなくなる。本当にダメなやつじゃん、お前。何対何歩の事故ですみたいな。8対2だよ。だいぶ悪いな、お前。10-0でもいいぐらいだけどな、お前が掴んでてたら。まあ、いろいろあるけど、じゃあもう思い切っていい。袋下に爆竹巻きつかれて、よろしくお願いしますの時に動画線に火つけて、パン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 、よろしくパン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 、お願いします、パン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 っていうのは。やったんかい、それも。
どうだった？前の人もやってた。どこで被ってんだよ。爆竹被りしてんじゃないよお前。ありきたりのやつしか言わないで。どこありきたりなんだって。いやなんかもっとさ、俺やってるわけだから、うん、自己アピールめちゃくちゃなやつがいいのよ。とんでもないこと言うよ。とんでもないこと言うよ。ヘリコプターで面接会場行け、うん、でそのプロペラにやったわ。まだ言ってる最中だろお前。プロペラ周りは大体やったんだよ。なんだプロペラ周りってお前。キッチン周りって言うなお前。いろいろあるだろお前。さ、ライオンをそのまま連れてきて、やったわ。戦車の筒の中に入ります。南京錠飲むわ。ミスタードーナツ、ミスタードーナツしたぞ俺。ミスタードーナツをやったってどういうことだお前。ミスタードーナツで危険なこと言ってみろじゃあ。ミスタードーナツ布団の上で食べたんだよ。めっちゃ危険じゃん。砂糖ポロポロこぼれてお前。お前なんか嘘ついてんなずっとな。ごめん嘘だった。そうだろ、うん、どっから嘘だったんだよ。スタントマンなんて興味ねえんだ。全部嘘じゃねえか。いい加減にしろ。どうもでした。ほい負けたことないんですよ。あっち向いたほい負けたことないの。一回もない。あんなん結構負けがちじゃないの。一回もないです。本当？うん、もうめちゃめちゃ負けそうだよお前。もう猫みたい。猫みたいな。本番負けませんから。本番が強いタイプだ。はい、オッケーオッケーオッケー。いきますよ。最初はグーじゃんけんぽん。あっち向いたほい。イエーよしルーレットチャンス。よしルーレットチャンス。でんえでんずるくない？でんえでんたた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 ただるまさんが転んだ。いや動いてる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 。よしタッチチャンス。ずるい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 って。チャンス生かせよお前。チャンスを全然生かしてないお前。鬼派です。鬼派ね。なるほどね。だるまさんが転んだ。タッチお清水タッチチャンス。なによしウルトラガードチャンス。ウルトラガードチャンス。チャンス生かせよお前。え生かせよ。チャンス生かせないお前。俺じゃんけん負けたことない。じゃんけんめちゃめちゃ負けてたよ。負けたことない。じゃんけんを負けたことがない。負けたことない。あ、そういう感じ。あ、やってる。OK、あ、やってみましょう一回。最初はグー、じゃんけんぽん。よし、チェンジチャンス。よし、チェンジチャンス。タラ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 タタラタタラタタタタラタタン。いや、一個じゃねえ。キーダン。発展した。キーダン。キーダン。ダダダダ。激アツですこれ。ダダ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 。グーダン。負けてんじゃねえか。もういいよ。どうもありがとうございました。どうもどうもヤスと岡田さんと申します。よろしくお願いします。ヤス、ね、調子いいですね今日もね。声出てます。ありがとうございます。まあ、ちょっとエグザイルのエグザイルグループの手拍子ってすごい独特だなと思うんですけど。そう知ってます？エグザイルグループ。エグザイルグループの、はい、よくわかんないだもんな。手拍子ってまあこんなもんですけどね。あ、普通のこんなんじゃないだって。はいはいはい。エグザイルグループの手拍子になると、うんうん、肩入れてやるけど。確かに肩入れてこうやるけど、サビで盛り上がってんのかな。めちゃくちゃ盛り上がってんだお前、ね、やるけどさ。確かにさ、北の国からって知ってます、うん、急に話変わったねお前。最初のエグザイルどこ行ったの。北の国からって、あのテーマ曲知ってます。テーマ曲有名じゃん、はい、北の国から。あはいはい、あ有名。もう聞いたことあるよ、はい、皆さんね。このあーあーの歌い出しの曲っていっぱいあるんで、うん、それ何の曲かちょっと当ててもらっていいですか。あーはいはい、やりますやります、はい、あーいやこれまた北の国からじゃないのね。どう考えても北の国からのね、記憶のあーでしたよね、今ね。あー、川の流れよ。そっちかー、川の流れかー。美空ひばりの方だった。ちょっと、全然分かってないですね。いや、もうあーだったらそれかなと思ったんだけど。じゃあ、次は当ててください。次ね、はいはいはい。あー。いや、またでしょ、これ。いや、北の国からじゃん、これこそ。待って。あー。
果てしない。あ、大都会ね、クリスタルキングのやつね。あったけど全然できてないですね。ああ、で結構あったんだな。じゃあ次絶対当ててくださいね。あ、はいはいはい。あ、いや、これこそだから、いや、北の国からじゃどう考えてもだって。あー、夏休み。あー、チューブ？だいぶキュッとしたけどさ。全然ダメですね。だいぶキュッとしたな、今な。全然分かってないんじゃないですか。いや、俺絶対できると思ったんだけど。ちょっといいですか、じゃあ次やって。あー、いや、だから、もう北の国からじゃどう考えてもね。あー、分かってくれとは言わない。テンポ変えのずるくね。そんなにテンポ変えのずるい。藤井フミヤライブバージョンでアコースティックでやるときのやつ。テンポ変えのずるいわお前。全然できないですね。それずるいな、ちょっとな、お前な。ああ、いや、だからもう北の国から、これこそ北の国からですね。足を抱いてくれ。歌詞変わってない、ちょっと気分を強制ね。魂を抱いてくれ。そんなとこあったかな、それは。全然できてないぞ、本当に。意外と一番待ったやつ、今のとこ。いや、だいぶできてた方だと思ったんだけど。本当当ててくださいよ。あ、はいはいはい、はい。ああ、はい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 。ああ、はいはいはい。優しくしてくれ、最後だからね。優しくしてくれ。エグザイル出てきたけど、多分あれですよね。いや、北の国から、今度こそ北の国からです。やりました、ありがとうございます。これ、僕が最近作ったラブサンシャインって曲なんです。誰がわかんだよ、もういいよ。どうも、ありがとうございました。変態インラン女ユミコ第1章。待って、そういうことじゃないの。こっち見てくれ。ウィー、うまくいかない。それくらいのお弁当箱にバランをバランを犠牲詰めて、うん、食うとこない、食うとこない。俺にはお前が最後だな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。